というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。あのね、はい、北斗英雄騎士団からしょ。ありますよ、はい、剣心郎がビルマスですよ、ね、はい。でまあ、あのよくいろいろ公言してんじゃないですか、ツイッターで。うん、で今回マスターリーグで優勝できなかったら、はい、どんな罰ゲームでも受けますと。だいぶ大きく言ってたわけです。はい。んで、ある時ですね、うん、僕が公園をちょっと散歩していきます。公園を散歩、剣心郎が、はい、ベンチに座ってる。あら、これもな、ね、うん、そしたら上半身が裸、はい、うん、だけど胸に女性の胸がついてるんです。女性の胸、その状態でパソコンでこうってちょっと落ち込んでるんですよ、ベンチでね。ほんでやっぱそこにさ、タクターとかがさ、うん、通りかかるわけですよ、うん、そうすると、あ、剣心郎さんとか言うけど、あ、どうも、テンション引き、うん、僕はまあ草花影からちょっと見て、草花影からね、ね、なんだ、そこでやっぱ元気出さなきゃ配信者としてダメだから。まあせっかく声かけてもらってんだからね。うん、またタクターが来る、あ、剣心郎さんって証言で、でも胸、女性の胸、女性の裸でね、うん、で僕もなんかさすがにちょっと声かけづらくて、その場を去ったっていう夢を見た。夢かー。いやいや、待って、今どういうことだろうと思ってたんだけど、すげえ夢だよそれ。どういうこと？剣心郎さんほら顔出してんじゃん、はい、夢の中でもはっきり顔出てくるのね。あの顔なんだ。パパンって出てこないよこれ夢。それ知らないからね。だからそんな夢を本当にね、ちょっとうとうとっとした時にはっきり覚えた。そこの公園ですよ。いや、まあ、だからあそこでしょ。ベンチで黄昏れてるこうやって女性の格好だけど、あの北斗のコスプレしてんだけど、胸だけはだけてて女性の胸がきちっとついてるんですよ。でだからこれが罰ゲームなんだろうなと思って。ああ、そうか、夢の中では。そう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 。で、そう、黄昏れてる相当嫌だったわけ。本当はいじられなきゃいけないのに、なんか本当にへこんでるんですよこうやってね。わあ、なんでこんなことしなきゃいけないんだろう。だ、僕も声をかけずに去るというね。そこで声かけねえのもすげえ夢だね、うん、一番声かけそうなのに。そういう夢をね、はっきりと覚えてた、起きた時に。びっくりした今、なんかどういう方向性になるんだろうと思ってたけど、うん、夢か。夢見ちゃった。あ、そうですか、うん、はい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 。はい、ほんでね、うん、昨日ですよ。昨日なんだっけ、なんだっけ、新キャラ。あ、ね、天のやつですよね。そういう時、こういうとこなんだよ。だって俺ここ役目だから。ガチャも引いてないんだもん。なんだっけ、ナシュカじゃなくて、なんかそんなような名前で。まあなんかね、ちょっとなんだっけな。じゃあ見ますか、うん、はいはい。ユシュカですよ。ユシュカ、ナシュカじゃなかった、ユシュカ。ナシュカちょっと危ない名前だからね。ね、はい、まあこれが出ましたよ。はい、うん、でこれね、やっぱり何かっていうと、うん、あの30連の確定ついてねえのかよっていう声がやっぱ多かったんです。でももう僕が思ったのは、うん、いや当たり前でしょ、うん、なんでここまで引っ張ってくると思ったのと。あれは前回のあのイベント、トレジャーズのイベントだからそうなったわけですよね、はいはいはい、かつてもああいう何か大のイベントの時に、うん、なんかそういう裏表が出たりとか、あ、そんなのやりました、はいはいはい、ここの上がそんな甘いことするわけねえだろ、うん、でもなぜかそこをね期待してたやつが結構いるっぽくて、あ、ここで変わるんじゃねえかと。ああ、なんせこの運営は、うん、はい、まあなんか慌てたように一生懸命今 PV とか出してますね。そう、なんかね、これは来年に控えている例のあのイベントのために恥じい思いをしないためにやってるよタクトもっていうのを見せてるわけです一生懸命。まあ確かに今見たらなんかすげえやってんのかなには見えますからね。あのロードマップを出した後に PV とかまで出しちゃう。いや、そうそうそう、聖夜にね、なんだっけ、なんか星空のなんかね、なんかすげえ凝ってましたあれ。やって、はい、やってるふりをしてるわけ。翼くんみたいな思いをやってるふりをすんのよ。パッと見ね、ね、バカってそうなの大体。その見られてるよくいたでしょ、先生来た瞬間にこんなんだよ。バカというか、まあ、いたんだよね。汗せきたぞって言った瞬間にいたよな、これと同じな。バレるんですよ、はいはいはい。それを多分やってんだろうな。そういうことなのか、これ、はいはい、でも考えれば、これね、このな、ユシュカ、うん、まあ、バカみたいな配信者がぶっ壊れ言ってました、うん、はい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 、ね、だけど、まあ、蓋を開けてみたらリアタイでは現状使えねえと。あ、こんなね、今回のリアタイのマップ見ましたか？なんか真っさらよ。はい、何にもね、この状態じゃ何もする前に落とされてます。速攻でやられちゃうんだね。これはもう完全にスピードキャラじゃないんで、はいはいはい、耐久キャラなんです、はい、これどんなキャラか知ってますか翼くん？全然すごいのよこれ。だからバカの翼くんには扱えないぐらい。あ、そうなんだ。神竜みたいにヒーって息吐いてりゃいいぐらいのバカキャラしか使えないでしょ翼くん。まあ基本的に攻撃だけしときゃいいキャラ、ね、こうなった時一回食らっとけばどうなるとか知らないんだよ、そんなもんね。ステータスアップこれ面白いのはさ、はい、なんつうのかな、この 70% 自分のヒットポイントが、うんうん、HP ね、なった場合に出せる技ってのがあるんです。はいはいはい、これは初めてなんですよ、こういうの限定の時のね。そう、はい、だけど必殺技じゃないから、うん、何度でも出せるわけです。その体力以下になれば。そう、そして回復機能みたいなのもついてるから、うん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 、まあ簡単に言うと、あのかつてあの
超魔生物ハドラーを倒すの、はい、うざかったでしょあれ。めんどくさいんですよ、ね、増えて戻ってきちゃう、はい、どんどんどん、まあんな感じですよね多分ね。うん、知らないけどなんとなくね。はいはいはい。でまあちょっとメラに寄りすぎてるっていうのが嫌われてると。ああ、そうですね、うん、でまああの扇形のあの範囲はね、うん、あのバレリアの必殺技と同じぐらいなんですけど、こっちはメラに、はい、うん、だからまあなんつうかな、でもデイン弱点かなかなんだよねこれ確かね。ああ、なるほど、うん、うん、だからまあ2ターン目に基本レックスに落とされてる未来が見えるというかはいはい、はい、なんかそんな感じがしなくもないかなと。なるほどね。そんなにじゃあ一応性能的には面白いんだけど、うん、どうしても3凸からしかつかないんでその 70% のあれがね。だからまあちょっと、うん、引くだけじゃ意味がないというか、まあそんなキャラなんじゃねえかなと思うんですよ。ただまあバカみたいな配信者がぶっ壊れと、まあ、まあ毎回言ってますから。言ってました、はい、でもね口を揃えてぶっ壊れっていうキャラって大体好かるんですよ。なんでですかそれ。これは不思議なんだけどもね、うん、すぐ次になんかメタキャラが出てきたり、あ、はいはいはい、なんかそんなことをやる。僕もねちょっとこのビジュアル的には嫌いじゃないからさ、うん、はいはいはい、なんかいいなと思うんだけど、まあだから最終回り回ってまあ高難度で使うようなキャラなんじゃないのっていう。まあもう PVP 仕様ではねえんじゃないか。そう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 、だからまあ、はい、ロト地がね、はい、これが案外さ PVP も高難度も両立できてるんだけど、すごいじゃん、うん、だけどまあこれはちょっとうん、どうなのかな。まあマップ次第っていうのもあると思うけどもね今回じゃ分からないわけでしょ。分かんない。だから僕一回ね、昨日リアタイで当たったんだけど、はい、3凸かなんかだったのよ、うん、だけど結局途中で交差しやがったからどんなことをしてくるのかも分かんなかったのね。何も分からんじゃん。分かんないのよ。だからまあちょっとそこら辺は不明だなと。すごいな、ふわっとした状況の中今、うん、このキャラで喋ってるわけ。そう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 おかしいことが起こってるね、まあ、翌日ということでね。まあ一応ね、うん、確かに鮮度高いけどや。そう、まあ一応だからほらみんながぶっ壊れてたけど僕はどうなのかなっていう。正直そうでもないんじゃないかと、うん、でもよくさここの上ってさ必ずガチャキャラを接待したマップとか作ってたじゃない。はい、今までね。あれとか、うん、ないんだよ。別にね、だって完全に逆風なわけでしょ。ないのよ。何にも壁もなくて。だからあんまり考えなくなったなってそういうところをね。ああ、思うんですよ。それも別に批判なのかどうかわからんけどね。で、まあほら昨日更新でしょ。はい。もうでもやっぱりさ、どんなにこんなやってる風に見せようが何しようが、うしいものはうしいの。中身に関してはちゅうね。うしいな。で今回ね、まあちょっと思ったのは、はい、一体だけドロップキャラいるんです。はい。黄色いね、かけらボスようなね、はいはい。女の子の。でまああと余計なもん入れなかったでしょ。ここはちょっと学んだのかなと。あ、ドロップばっかダメだぞ。白が足りねえんだということをやっと気づく。でも配るというんじゃなく出さなきゃいいのかってそっちに気づく。ちょっとバカっぽいね。であと体感なんだけど。うん、落ちやすいんじゃないって思う。あれが、あ、そう、あ、僕は感動しましたよ。もう早くね。はいはい、だからそんなに、うん、今回甘いと思う。マジで、なんせ前回がしびいのよ。いや、まあ、確かにギリギリだった。あれはこれ僕はプラス12できなかったからね。全部、あ、マジ全部、はいはいはい、テーマあなかった。あの変なあのハンドみたいなのがあったでしょ。あとドラキーみたいなのが、あの無理だったら落ちなくて貫突までで終わった。全く落ちなくて、まあ、プラス7、8ですよ。だから12にできなかったんですよ。おうおう。だでも今回それでか分かんないけどめっちゃ落ちると思う。急にさじ加減変えていたのこの後思うんだけど、ね、表示の合わせ方が露骨だけどね、うん、はい、で1体しかいないんだけど ね、 そうね、こういう時に1体しかいないんだけどね。もっとみんなだから余計うっしいんだけどね。やること減っちゃうんだ。まあそんなじゃねえかと。おうおう。であとまあやってることはもうほとんど焼き直しみたいなもんです。そんなに。そうですね、うん、だからなんかバカじゃねって思うよやっぱり。だから回帰してきたところはそこかい。どんなにやっぱほら運営がやる気を見せようが何しようがさ、こういうところなんだよ結局は。確かに力入れるのそっちじゃないよねっていうところですからね。ガチャは定期的に出す、うん、ね、ほんでまあ更新するイベントを牛いと同じだよ結局根本はね、うん、なのになんだかわかんないけどさ、PV を出すとさ、おー、なんかやる気じゃねえと思っちゃったりとかさ、ロードマップ出しゃ、そういうことだ、うんうん、そういうことよ、よくやったよ、はい、バカなんじゃねえの、格闘技ってそこだけじゃないだろっつって。そう、肝心な方はどんだけ銭使ってやってると思ってる。まあね、そこに関しては人によるよね。だから俺やっぱ本当にね、はい、無課金、美課金、クソ美課、はい、このあたりが美課金とクソ美課違うんだよ。ちょうどいい。待って、無課金にクソつかなくてクソ美課に。翼くんなんかこれ目いっぱいやったって間に合わない場合があるわけでしょ。全然、前回本当間に合わなかった。バカだから間に合わないよね。バカクソ美課4だ。バカの4割は間に合わない。バーも B だからもう本当にね、はい、そういうことですよ。あ、そうなんだ。だからそこら辺がちょうどいいってことでしょ。まあそうそうそう、だから僕らぐらいのちょっとふわっとやってる方が、うん、やっぱ貫突できるかなどうかなぐらいがちょうどいいんだよ本当はね。まあしっかり楽しむんであれば実はみたいなことあるかもしれないけどね。え、まあ翼くんはほら高難度パスしてるわけでしょ。パスしてる。なんでパスしてる。だから今回ちょっとやってる
やってる。何か求める、欲しいものがあったんですか。別になんかなんとなく、そうだからそれこそ今回そのドロップも何もなかったじゃないですか、うん、イベントパーってクリアして、うん、なんかすぐに何もやることなくなったからちょっと高難度もやっとこうかなっつってやりだしたんで、うんうん、別に欲しいものがあるわけではない。あの予告しときますけど、まあ、最近ほらタクトネタ牛じゃない、はい、だから今回僕は思ったんだけど、はい、うん、まあ、7時回るじゃん大体動画撮影してると、うん、はい、まあ、6時は回るよね、はい、その翼くん の, あのリアタイタイム入れますから。どういうこと？頑張れ翼くんと。ちょっと翼くんのリアタイを10戦ぐらいもう1本にしよう。いやそんなのを見せちゃう。ちょっと何が面白くないって、だって僕今ブロンズ3だか4だか5だか。いいのいいのいいの。いやオートよ。どこで、うん、いやオートじゃない、ちゃんと指導でやってもらいます。いや、まあ、オートでいけとこはオートでいってよ。いやオートでいけんのよ、さすがに。そうだからその結末くのはどこら辺なのかっていうのを。あ、検証。あのね、まだ今、あのいつものところでレベル高いからね。あ、まだ煮詰まってるから。そう、煮詰まってるも何もまだスタートだから。いや、そういうことよ。フェーズ1だからね。僕なんか負け越ししながらポイント重ねてるからね。あ、そうか、うん、え、でもブロンズってことないでしょ。だって僕今回の、まあ昨日から始まったじゃない、はい、第1戦目おてんまるだもん。やってらんねえよ。でずーっと1位取ってるやつが第1戦目に出てきた。なんでそんな一発で当たんのそれ。なんだこれ。おてんまる出てきた。あ、そう。でもこうさんですよ。もう瞬間にこうさん。これも時間の無駄。だって僕スタートだから。あ、そうですね、うん、はいはい、こんななってるからね。あ、そう。だから意外と早いかもしれない翼くんね。おお、まあじゃあ一応やりますか。うん、はいはいはい、だから本当に一応さ、このユッシュかいじってみたのよ。はい。フォルムは僕も本当に好みだから、うんうんうん、本当は監督として使ってみたいなと思うけど、まあ受けたよなっていうところでね。たくさんタイプではないって、うん、と思っちゃって。なるほど。まあ今のところはね、その母体確保にはなってますけども。まだ見た感じで PVB で当たった感じでも、うん、そんなじゃねえみたいな。いやだから降参されてるから全然攻撃を食らってないからね。そもそもで、あとそれ以降見かけてないんだから。いや本当いねえんだ。いやだからね、過去は本当にこのなんつうのリアタイにも即導入してくるのいたの、ハジとか。はい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 。そういう人ももう今いなくなって、やっぱこのあまりにもこのインフレすぎてるから、あの様子を伺ってるのみんなね。すぐに感じて持っていく。そう下手したらだって不良品なわけだから。はい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 。だからそういうちょっと嫌いも若干出てるんじゃないかなっていうふうに思いますよ。ね、皆さんこのぶっ壊れに騙されて、うん、騙されてというか煽られて、うん、まあ、だからこれ配信者がいけないよね。まあ、そうであれば。バカみたいに口揃えて。本当にそうなら。見るやつぶっ壊れ言ってたから。これでぶっ壊れてないんだったら。無課金くらいのやつらまでぶっ壊れてこれは強いとか言ってましたよ。すごいね。ねえ。うん、まあどうせ引かねえだろうけどさ、わ、うん、かんねえよね。もう本当に、はい、そういうのは意外と逆でね、ダメなパターンっていうのを過去に見てきてますからね。はいはい、で逆にこれはいらねえだろスルーっつってのが強かったりとかね。うん、むずいね。そんなのもありますよ。あのユンさんだって夏ピ完投してないですからね。もったいない。めっちゃ強い。やっちゃったこれね。ね、こういうのがあるのよやっぱ。なるほどね。はい。だからやっぱりこのデータ的に見てもステータスだけ見て判断はつかない。使ってみなきゃね。うん、そういうことなんですよ。はいはいはい、だからまあ今週はちょっとね。いろいろタクトのことは盛りだくさんで、おー珍しくやっていこうかと。おー、わかりました。最終翼くんのリアタイで締めるっていうね。すっげーもったいないですよね。一生懸命ちょっとやってみなさい。わかりました、わかりました。まあ、そういうことですね。はい、はい、じゃあどうも、あさした翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。